こんにちは。きっとまあ、北海道探索チャンネル。札幌市の出来事、1988年バージョンです。他の年は再生リストにあるので、そちらもご覧ください。東方線が出発進行ということで、これ初代東方線ですね。非常に華々しい東方線の姿でございます。 確か最初、まあ今もそうだと思うんですが、4両編成で豊水すすきのから境町までを走行するという東方線でございます。 開かずの踏切さようならということで、13年間の工事で完成した降下の様子です。殺傷線と函館本線の9.2キロ。すごい距離ですね。この距離を地上から高架にしたということで、まあ、花々しく高架になったというお話ですね。 88年度のミス札幌を募集してるんですけれども、現在は多分募集要項に体重、バスト、ウエスト、ヒップって多分ないと思います。これも時代ですよね。160万人の食卓を彩る中央市場の様子。 卸売り、小売業の人たちが3000人以上ごった返しております。セリの人たちの声が威勢よく飛び交っております。ということで。まあ、なんか威勢良さそうな、なんか人相してますもんね。こちらは夏季卸売り市場の様子。160万人って書いてますけれどもね。まだ、まあ160万人だった頃なんですね。このお花、シンビジウムってどんなお花なんですかね。お花ちょっと詳しくないんで、調べてみたいと思います。 スパイクタイヤもかなり規制されております。条例ではまだ使えたんですね。3月15日から3月31日までは自粛っていうね。まあ、制限はあるけれども、まだ使えた時代だったということですね。今発行されている札幌の資料では、こういうなんか驚々しい事故の姿とかね、書体とかあんま見かけないですね。 まだ子供たちが増えている時代で、4つの小学校と3つの中学校が間もなく開校しますよという、そういう記事でございます。あけぼの児童会館オープン。西区内では8番目の児童会館が3月5日、あけぼの九条1丁目にオープンしますということで、館内にはゲーム、工作、スポーツ、読書など、子供たちの個性に合わせたスペースがありますよ。 さらに北東白石自動会館もオープン2月20日ですね。なかなかあの面白い形の自動会館してますね。 これは白石区の成人式の様子です。1月15日、20歳になった人が、この日4360人いたそうです。21世紀を切り開いて未来に、世界に大きく羽ばたく、君たち若者です。頑張れ、新成人と書いております。 87年度のミス白石の様子です。おそらく88年の募集の時の様子でしょうね。さらに新しく学校が開校しました。大谷地東小学校、そして厚別南中学校が開校しました。楽しい学校生活を送り、素晴らしい伝統を作り上げていくことでしょう。 脱スパイク。相当これ力入れてますね。力を入れていて、清掃している時の様子です。苗牢に自動会館ができた時の様子。この日は200人が出席。そして、オープンにはブラスバンドやマジックショーがあったそうです。マジックショーを見てみたいですね。やっぱりマジックっていうのはファンタジーですからね。 こんな感じでフラワーマジックのプロダクション系だと思いますね。そしてこれは地上駅と高架駅の、まあ、どっちもある時の札幌駅の様子。総合デパートもまだありますね。総合デパート、エスタもこれからなくなってね、寂しくなっていきます。レンタカーの様子なんですが、6時間まで14000円。オープンカー、これ雨降ったらね、大変ですよ、オープンカーは。 中野島児童会館がオープンしましたというお話です。まあ、遊戯室、体育館、工作室、図書室、まあ、自由に使うことができますよと、お年寄りと子供たちの教養となっております。 冬の遊びの様子です。タイヤのチューブでね、下るの本当に面白いですよ。確か去年、丸山公園の中に作られた山に、なんかチューブが置いてあって滑りました。これ宮の森自動会館なんですけれども、奥に扉あるじゃないですか。あの中に、ドッジボールとかサッカーボールとかが入っていて、あの、悪ガキたちが、私も中に入って暗闇にして、扉を閉めて、 暗闇ドッジボールとかやっていた。それを思い出しました。で年上の人たちにドッジボールでなんか顔面とかにボールをぶつけると走って追っかけてくるんですよね。それが怖かった記憶を思い出しました。これは自動会館の人形劇に使う人形を作っている様子。 中島公園内にある子供の国の様子です。天文台、子供人形劇場、小熊座などもありますと。子供と一緒にこういう劇場とかも楽しめますよという、そういうお話ですね。いい時代ですね。こういう遊具の色合いというかね、色彩なんかもなんかファンタジーです。これは今も見ることができます。パークホテルと池とボートで楽しむ様子です。 これ今も見れるような情景ですね。さらに新しくできた学校と増築された学校のリストでございます。豊平4条と5条の周辺を高層ビルにしましょうという再開発のイメージ図ですよね。現在もある高層ビルありますね。 浄水と下水の整備もかなり行われました。新栄、清田、里塚、平岡、西岡地区に合わせて30キロの下水管をまあ作りましたよ。月寒屋外競技場が夏にできましたと。まあ、現在もありますね。まあ、リニューアルされたりとか、まあ、変わった部分もあるんでしょうけれども、まあ、こんな感じですよね、現在もね。 新琴に二番通り公園に7月6日、遊水路がオープンしました。地元の人たちなど200人が見守る中、子供たちが、ま、楽しんでますよと、テープカットも行いました。というね、素晴らしいですね。 世界食の祭典の様子なんですけれども、このイベントすごいですね。もう恐竜とか、このバルーンの中に入って遊んでとか、まあ着ぐるみもなんかね、いろんなキャラクターがいて、あとメキシコ料理を食べることができるとかね、いろんな国の文化をここでまあ、共有して、文化を共有してこう楽しんでいこう。そういう大きなイベントです。映画のスタジオなんかもあってね、すごいイベントですね。 月寒会場もあったんですね。色とりどりでございます。こういうダンスで、えーまあ、楽しむイベントとかね。世界にふさわしく、まあ、26カ国が参加したという非常に国際的な街になってきた。そんな感じがします。 そして、コードレス電話でございます。札幌と関係ないっちゃ関係ないんですけれども、まあ、おやきがあって、子きがあって、まあ、ベッドでも、まあ、寝ながら電話することできますよ、と。私のうちにもありました。で、どこまで届くかなと思って、家の外出て試したんですけれども、家の外出たらやっぱダメでしたね。広告のこういう役者さんの着ている服とかもね、なんかトレンディードラマっぽい雰囲気があります。 1988年度の東区の夏祭りの様子です。えー、ビール、早飲み、お化け屋敷、仮装大会、綱引き。今より面白いですね、お化け屋敷とかね。新琴にグリーン公園の様子。自転車素敵です。1988年というのは東方線、鉄道、高架。まあ、かなり札幌市が大きく変わった年ですよね。 開かずの踏切解消、内部アンダーパスが開通。これはね、まあ革命ですよね。今でも踏切は別なところにね、内部にありますけれどもね。新しい駅舎にバトンタッチということで、地上時代の札幌駅から高架時代の、まあ現在の札幌駅にバトンタッチしました。 北二条東7丁目なので、札幌ファクトリーよりちょっと東側の再開発の様子です。この再開発の後、まあ3、40年経って、もう今は倉庫もなくなって、まあさらに、えー、この大きなビルとかできてきましたね。 これは面白いですね。国際化に合わせた札幌と新千歳空港間を短時間で結ぶために、リニアモーターカーを開発している時の様子です。まあ、もしこれあったらね、快速エアポートよりも,もっと早いってことですよね。磁石で動いてますからね。 創生川にさなえ橋っていう橋があるんですけれども、この橋が開通した時のイベントの様子です。すごい人でごった返してますね。後にも先にもこの日がおそらく一番人が多かったのではないでしょうか。岡玉宝児童会館の建設が進んでいて、オープンは1989年の1月下旬から2月を予定しますということです。 札幌の方がミスユニバースに選ばれましたというお話です。札幌から初めてミスユニバースの日本代表が誕生しましたというお話で、歩き方、話し方、あとは美とか知性とかね、いろんな要素がないと選ばれないそうです。 平和駅の横にかかっている柏山歩道橋が延長しますという、まあ、工事しますというお話なんですけれども、まあ、平和駅の横にかかってた橋ってね、んなんか歩いた記憶あるようなないような記,記憶があります。高架が開通した時の様子です。この列車は711系ですね。この711系も引退しちゃいましたね。 で、これでもう渋滞も緩和されて、もう北と南行き来しやすくなりました。そのようなことが書いてあります。模型を実際に動かしてみて、青信号の時はあ、歩いていいですよと、車は赤信号で止まりますよと、遊びながら学べるっていうのは楽しいですよね。これ楽しみながら学ぶっていうのがね、一番覚えるんじゃないかなと思いますね。 これも貴重ですね。新しい駅舎の前を走る地上の列車。えこっち側、左側が琴似駅の様子で、右側、この写真が草園駅の様子です。すごいですね。駅の前を地上時代のキハ40が走っている。そんな感じで、1988年の札幌市の出来事でした。